リッチさん、900億のオファーを絶ってしまう。モドリッチ、マドリーの契約延長オファーを受け入れる。上位クラブには国営ファンドが絡んでいるサウジアラビアリーグは、高額な年俸はもちろん、肖像権料、非課税など様々なインセンティブを駆使してビッグネームを口説き続けている。しかし、クロアチア代表 MF のルカ・モドリッチはオファーに NO と言ったようだ。ちなみに、アルヒラルからのオファーは、3年契約で年俸がベンゼマと同等の2億ユーロ約300億円。総額6億ユーロ約900億円という目を疑うような内容だったという。今年9月には38歳になるモドリッチだが、サウジアラビアの金にはなびかず、少なくとも来シーズンはマドリーで戦うことになりそうだ。金の価値なめすぎ。いや若手に譲れよ最近税もだがみんな引退しなさすぎ。もうすでに何十億も金あったらいらないよな普通。マジかよ俺ならその額もらえるなら5年くらいサウジに住んでもいいぞコンビニとトイレがネックだけど自前で作れそうだしな。成人すぎて引く。なんてこったどんだけサウジ嫌われてんの。試合の時だけ行く契約にしたら。いや、こんなにもらえるなら行けよ数年我慢するだけだろ。マドリードがめちゃ居心地いいらしいなアザールも引退しても残るとか。モドリッチ男なら金より大事なプライドがある。賢明だ文化が違いすぎる。38歳で、3年契約でそんだけの評価をされるのってやっぱすごいんだなこの人は。実力もだけど人気もそれだけあるってことなんだろつまり。なぜかイエニスタがアップを始めました。そら酒も豚肉も禁止されたらな。大谷の10年契約より金額すごいのにアホやん。言ってもつまんなさすぎって知れ渡ってるもんな。人とせ我慢すや900億だぞ俺なら確実に行ってる。刑務所とかそういう存在に感じてるレベルだろ数年も我慢できないとか。マドリーに残っても数みたいな老害になるだけどぞ。一生遊んで暮らすだけの金は持ってるからそこまで金に執着ないのかな。ロナウドやベンゼマはわかるけど、カンテとか地味な大選手でも大金出して引っこ抜こうとするの不思議だな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。